こんにちは、デリッシュキッチンです。簡単やみつき白菜消費術のご紹介です。白菜8分の1個は1センチ幅に切ります。生姜1かけは千切りにしましょう。ボウルに切った材料を入れ、塩小さじ2分の1、ごま油大さじ2、白いりごま大さじ2を加えて和えましょう。ビニール袋に豚ひき肉 200g、酒大さじ1、醤油小さじ1、おろし生姜小さじ1、片栗粉大さじ1を入れ、粘り気が出るまで揉みます。耐熱容器に白菜を置き、豚ひき肉の3分の1量を乗せて、繰り返し重ねていきます。ふんわりとラップをし、600ワットのレンジで8分加熱したら、取り出して食べやすい大きさに切りましょう。ボウルにバター 10g とポン酢大さじ3、先ほどの蒸し汁大さじ2を加え、ふんわりとラップをし、600ワットのレンジで1分加熱します。刻んだ細ネギ大さじ3を加えて混ぜ合わせ、さっぱり蒸しにかけましょう。ベーコン4枚は1センチ幅に切ります。ニンニク1かけは薄切りにしましょう。白菜8分の1個は食べやすい大きさに切ります。フライパンにオリーブオイル大さじ1を入れ、ニンニクと輪切りの唐辛子1つまみを加えて弱火で熱し、きつね色がついたら取り出します。ベーコンを加えて炒め、火が通ったら白菜を入れ、コンソメ小さじ1、塩小さじ1/4、炒めた材料を戻し入れ、さっと炒め合わせます。器に盛り付けて完成です。